幸い福路線は、かつて、福岡県倉手郡小竹町の小竹駅と飯塚市の二世駅の間を結んでいた、日本国有鉄道の鉄道路線。赤字83線に指定され、1969年12月8日に廃止された。廃線まで全線非電化路線であり、1957年2月1日のダイヤ定補で、時刻表には、 すべての旅客列車が機動車による運行と表記されている。担当機関区は、能型機関区。1967年10月1日改正のダイヤ以前までは、能型からの上り直通列車が、1968年10月1日改正のダイヤ以前までは若松からの上り直通列車が、筑豊本線から、漆生線漆生駅の列車に並結運転で、 それぞれ1日に1本運行されていた。下記は1968年10月1日ダイヤ改正時、旅客列車の時刻表。1968年9月4日の国鉄諮問委員会から提出された意見書により赤字83線に指定された幸い福路線は、飯塚市中心部ではなく小岳、農型方面へ路線が伸びていたため、 地域交通の流動の主要ルートからも外れており、1967年度の収支係数は740、つまり100円の収入を得るのに740円、かかるという大幅な赤字路線であった。だが、周辺の炭鉱の閉山が相次いだとはいえ、毎日110トンの貨物輸送と143人の通勤通学客の利用があった。しかし、終点の二世紀からは、 加ホ郡穂波町の日鉄工業二瀬炭鉱まで貨物船が伸びており、ほぼ線路が飯塚市を分断していることから市の発展を妨げているとされ、飯塚市でも廃止の方向が強まった。そこで国鉄文字鉄道管理局と飯塚市役所の担当者が貨物輸送に利用している会社や通勤通学者の家を一軒一軒訪問し、廃止の同意を取り付けた。沿線の二世、 幸い袋地区でも廃止の上道路を整備してほしいとの声が上がっており、反対運動は起こらなかったようである。その後1969年3月18日に、飯塚市議会が幸い袋線廃止の意見書を採択、同年12月7日のさよなら列車の運行をもって廃止された。幸い袋線は赤字83線の中で最初に廃止された路線となり、 この廃止までの動きは、その他の路線廃止の取り組みのモデルともなった。全駅福岡県に所在。接続路線の事業者名、所在地は幸福路線廃止時点のもの。小竹駅から約2トルほどの区間は、地区方本線と並行していたが、その並行区間から、釈迦野駅後までは現在でも一部を除き線路が残っている。それ以外の区間は、 ほぼ完全に道路化されている。幸い袋駅跡は、飯塚市が使用する、資材倉庫、新二世駅跡と二世駅跡は、ガソリンスタンドになっている。いずれも、駅跡を示すようなものはないが、二世駅跡にはわずかながら、ホームが残っている。2014年3月現在、西鉄バス地区法が運行している、路線バスが小竹幸い袋間で線路跡の指導などを、通っている。 幸い袋二瀬館は、飯塚市、コミュニティバス開館、飯塚線が幸い袋公民館、二瀬公民館の各バス停を経由し連絡している。ありがとうございます。